今思い出した高校のとき、なんかお前、ベランダで先輩にらんだって言って、殴られたみたいな話しなかった <laughs> 何それ、<laughs> えなぜかそれ、おもろそうじゃないですか先輩にらんだんじゃないな、あのー、その外国の留学生おったんや、ジョンっていう、<laughs> すっごい体でっかいやつで、<laughs> はい、で、俺がなんかそのにらんだってうか、まあ、言ったらちょっとこう、ベランダ2階やったけど、俺 <laughs>、うん、でそジョンが歩いてるときに、なんかその分からへんかったから、知識的に、<laughs> でなんか中指立てたんよあ絶対ダメああうわ,いわい。 ほんだら帰りに門のとこで待っててお前が立ってんのよ中指俺が立ったんや絶対あかんよそんなことするの分かれへんや高校の時で分かれよお前知識なんかマジでじゃあそこまであかんもんや思えへんかったんや俺あかんよいや一番だから。すごいなお前いやほんまほんと門のとこで連れて行かれてマジアウトサイダーぐらい殴られたいや当たり前やろ